ここでは測量士補試験に出題される計算問題を解くために必要となる10台の基本的な計算スキルを養います。演習問題を進めながら繰り返し調校すると非常に効果的です。それではですね、これから測量士補のですね、計算問題を解くために必要な最低限度の技術、測量士が立てた計画に基づいて実施する、そういう仕事が測量士補の仕事ですから。だからあまり A とか B とか S とか Z とかそうなんてない。実際上の角度だったら、25度だったらどうですかとか、6メートルだったらどうですかとか、こういうような具体的な数値でもって問われる。これがまあ測量士補の基本的なスタンスですね。ですから必ず実務になれるというところが大事なところね。ということで、その計算の仕方についてやっぱりルールがあるので、最低限度のルールはやっぱりここである程度理解した方が。指数計算というのですね。で、指数計算っていうのはね、例えばルート6800、これを計算してください。実際に計算してそうなっちゃうんですよ。ルートの長さを計算して、だからこれを実務的だからもうこれでいいじゃないって言えばいいんですけど、それを数値に置き換えないで、じゃあ具体的に何点何メートルなのと、こういう計算が測量仕様なんだね。だからこのまま放置するわけにいかんない。実際上メジャーで測れる寸法にしなきゃいけないね。メジャーでこう測って何メートルしなきゃいけない。ルートいくらでいいですよ。それは考え方はそれでいいかもしれないけど、測れないじゃないですか、ルートなんて。だからそれを数字で置き換えなきゃいけないよと。どうするかっていうとね、こうやるんだね。1番目ね、これはさ、よくよく見るとさ、6800だから 100×68 とこう2つに分けるんだって。だから100までの数と、それが0の部分と分けて考える。そしてこの前の部分はルート100っていうと、これは10のことなんだね。だからここの部分は10になるな。でこれはルートのままで68。さあ困ったね、68なんてそのすぐ出てこねえな。まあこれはすぐ分かったんだ。10はね、100を出すと10になるっていうのだけど、後ろは分からない。これが測量士補では関数表というものが試験問題全員についております。試験問題、そうすると平方根の時を知りたい場合は、平方根を知りたい場合は100までの数が大体書いてあるんです。ですから100までは書いてある。それ以上だから、例えば6800の方、68と100と分けないんだよね。100は100でちゃんと出るから、残りの68はこの表を引いて求めると。これだな。で68でこれだ、ここだ。68引いたら 8.24621、まあこういう数字、これみんな必要じゃなくて、試験問題には何桁まで計算してくださいって書いてあるから、全部使わなくてもいいのね。だからこれは3つ目まで取るのか2つ目でいいのかって、それはもう試験問題に応じてやってもらわなきゃね。ということで、この関数表というのを引くことに、これは試験問題の時に、実際の試験の時に関数表ついてるから、これ使えないと計算できないんだよ。要するに68点誰も出ないじゃないですか、実際上ね。もちろん計算すれば出るよ、筆算でも。それだけで試験終わっちゃうね。だから68と出たら、これは関数表からさっき引いたね。それでこれを10かけたら 82.4621 と、まあ、こういうふうにして計算をするよということで、関数表を使ってルートは計算しよう。これはまず第一番最初知っておかなくちゃ。それからね、2つ目、 4.16×10−4 かける 3.0×10−2 割る 12×10−6 と、こういうややこしい計算だ。こういうのを指数っていうんだな。これ10の何乗とか。でここの指数の計算どうするかというと、こういう指数だけを集める。これだけ、これだけをさっき集める。で残ったやつはこう、だから 4.16×3.0 割る12かけると、この前だけ、これだけ別途取り出す。これだけ取り出して、ここに書き出す。こうやって残ったやつは10のこれとこれ残るじゃん。指数は残るじゃん。指数は
上にあるやつはそのまま入れて、下にあるやつはマイナスをつけて指数計算しなきゃいけないよというところがポイントだな。この指数、まあこういう指数計算出た時には指数とそうでないものを分けて計算をして、指数が出たところだけは上にあるやつはそのまま書いて、下にあるやつはマイナスをつけて書いておけば計算ができるよと、ね、だから指数の後ろはこの0がどこへ行くかというだけの話だからな。だから何桁後ろやるのか前やるのかの計算ということになりますね。これはね第一則だ。指数計算というのはルートを計算したり、あるいは指数を計算する。例えば10のね、2乗、これを10の4乗で割ったらこれいくらですかって指数計算。上にあるのはいいです、4で、下にあるのはマイナスをつけるってわけだからな。だからこうなる、2となる。だこれ計算すると答えは10の2乗というふうになるわけな。だからこれからこれ引けばいい、そういうことがこの指数計算、これが分かればいい。結局これからこれ引けばいい、こうマイナスになるということだな。だこれ計算すればできる。じゃあこれは10の20だ、これは100のことですよと、ね、こういうふうに計算がすぐできる。だから測量指標ではここまで出さないんじゃない、この数値要するに何なのと、これメジャーで測ったら何メートルなの、こういうことがポイントですよ。で角度計算はね、どっちかというとね、重要視だんだんされなくなっている。なぜかというと測量指標、測量ってのはもともとは距離が分かったら角度いらないんだよ、結論的に言うと。まあ、いらないって語弊があるからな、いろいろその、数学的にもいろんないろ使ってるんだけど、まあ、測量指標で大事なのはやっぱり距離を求めるというのが、その目的のために今まで角度を使ってた、ね、だから角度の計算は随分減りました。もうものすごい難しい計算が角度だった。で最近はだから去年から新しく基準が変わって、基本的にはまあ角度はむちゃくちゃ難しいのは多分もう出ないと思いますね。ということで距離がだっていきなり出るようになったから GPS とかとか、だからもうそれほど重要じゃなくなってきた。だからただゼロになるわけいかないから、やり方だけ知っておかなくちゃいけないね、ということです。それではそういうことで、角度の計算は昔ほど重要視されなくなったけども、一応ルールは知っておかなきゃいけないよ、こうやな。これ角度は度分秒となっててね、1度はこれは60分で、1分は60秒と、だからそういう計算をこう順番にこうしていくわけな。だからそういう順番、そうするとね、それ計算したら、だから3つに分かれたんだ、度、分、秒と、ね、度は丸で書くし、それから分は1個で書くし、それから秒は2個でこう書くと、まあこういう3つに分かれたんだね。だからそれぞれ60ずつ、60進法だったんだ、これだけ。だから60進法だね、こいつだけ60進法だ、気をつけないでね。1度は60分、そしたらこれ3600秒、60×60 だから、ここでいう1度っていうのは3600秒だね。1時間といえば3600秒でしょ。だこれでも同じ、時間も同じだな、60単位でこう言ってるからね、60進法だからね、ということで、この計算をやりましょう。190度20分40秒引く、こういう計算ね、125度10分10秒、それから足すことのこう101分の0分の30秒、これです。これはね、横に計算したってダメなんです。必ず縦に書かない。度分秒の計算。横に書いたってできないんですよ、これは。必ず間違う。だから必ず縦に書く。だから縦に書く。で、これどういう計算するかというと、これはプラスだな。これはプラス。これプラスだな。さっきね、プラスプラスだけ計算しておいて、マイナスはマイナスで固めて計算する。これが基本ルールだな。だから、プラスはプラスの合計だけしておいて、マイナスはマイナス合計しておいて、プラスからマイナスを引き取ればいいと。こういう計算の仕方。190度20分40秒と101分の0分30秒足す。で、これ、計算するときはもうそのままにしとくんだ。換算しないで、こういったけ換算しない。後で一番最後に換算する。だから、これ足したらさ、ちょうどこれ計算すると、70秒になるからな、ここは。70秒というと、これは60秒と10秒を足したやつだね。で、60秒というとどうなるかというと、これ1分なんだ。だからここ20なんだけど、ここ21になる、ここな。ということで、こういう計算すると、291度21分10秒と、こういうのでマイナスはもうこれしかないからね、今1個だからな。そしたらマイナスここを入れて引き算、10から10引いて0、21から10引いて10、
219×120 で160ということで、この計算はこういうふうになる。だから計算はプラスはプラスで固めて、マイナスはマイナスで固めて、そしてプラスからマイナスを引くと、こういう計算の仕方をする。これは別に角度だけじゃなくてあらゆるものに共通する考え方ですよ。よいな。で、2つ目、今度2つ目はですね、これ3倍とか、だから角度を何倍とかという計算、これ出てくるんだな。角度の何倍どうする。これ普通の声でこうほらね、100度16分44秒3倍してくれっていうような問題があれば、ここは3、普通これ3、だから44秒を3倍すると130、16秒を3倍すると48、100を3倍すると300、こういう計算する。でこっち側はさ、90度18分18秒で2倍すると、これ同じだ、18を36で2倍すると今度は180度、そして度は度で計算する、これ300から180から120な、だから48から36引くから12、それから132から36引くから96秒ってこういうの、まあ、ここまでこれでいいや。でもこれは分かるよな、96秒っていうのは何かというと60秒と36秒足したもんだからな、このまま放置しておけないから、これはだから1分36秒ね、60秒足すこれは36秒だからな、こういうふうに、計算を桁上がりがなってくる、まあ、これは普通の計算ですからできると思うんですね。ということで、角度の計算は縦にしろ、プラスはプラス、マイナスはマイナスで集めなさい。そして、角度に倍数がついている場合はそれぞれさっき倍数ついたのを計算しなさい。それから、対応するところを引き算しなさい。これも本当は縦に変えた方がいいかもしれないけどね、とにかく、まあ、そういう計算の仕方をすればできる。ということで、これはあれほどそれほど重要な計算ではなくなっていて、非常に難しい計算なくなく、この程度で大体計算が収まるようになってきているはずですね。次は最額値、これ平均値ってことだな、平均値の計算ね、これどうするかというとね、角度を測るとね、同じ角度を何回か測って平均取るんで、同じ角度こうやってな、こっちから測って何回で、またぐるっと回って何回で、同じ角度を何回も測って平均すると誤差は少なくなるね。だから測る回数が多いほど精度が上がるっていうね、ということで何回かこういう計算測るんですよ、同じ角度を何回測る。そうすると例えばさ、120度59分16、120度59分18、もうここはわずか秒しか違わないんだ、あと120度59分とこれ一緒なんだ、ほとんど。だからこういうとちょっと細かいところだけ違ってる。これに平均するときどうする、これ足したら大変じゃん、これ120全部足したら。だからどうするかというと、小さい方は基準に考えて、小さい方は基準にここを入れると。そして小さい方が基準だから平均しなきゃいけないからな、これ平均値だから。だからこれは0だよと、16で、ここはだから、0、16だからな。でこっちは16秒からいくら大きいか計算したけど、18-16だ、これ2だと、そしたらこれ2だと、こうなる。で平均するから、で平均するのはこれだけでいいんだよ、要するに。だから0と2を平均したら1になるから、そしたら125度59分17秒になると。こうやって平均をする。だから2個だけだからいいけど、ダーッと5つまでどうするよ。ね、そういう計算がだから出てくるわけ、測量しよう。だからそれを効率よくやらないと時間内に計算できないわけだ。最小値を測量の場合はやっておくと、それからプラスだけの計算になるからな。一番小さいのとあと全部プラスだから、だからプラスの計算間違わないから、かっこよくやってね、平均値あたりを取ってマイナスとプラス両方やってる計算数、これ大変なると間違ってます。そういうのやめた方がいい。だから通らなきゃいけないんだからな。だから必ず一番小さいのを置いてくから、ここの計算みんなプラスの計算になるからな。ということで、あまりかっこよく考えないで、最小値にプラスがずっと計算続くような計算できるだけした方がいい。ということで、3つ考えよう。ほら、な、213度、213.07、これ最高値のもとで、これ、下比べてみたら、一番ちっちゃいの、36.0、あ、これ一番小さいの、これ一番小さい。で、一番小さいのここ持って。で、それから18秒。で、こいつは0。まあ、0は1個あんだから、ほら。必ず同じもん出てくる、0だ。で、これから比べていくら。で、これだって36からいくらさ、62秒になる。で、これ、こんだけ計算するだけでいいの。3つだけで。な、これ3つだけ計算。そしたら、26.664 って3で、これはね、割ったら 26.、
でもね、80になって、3割る80になって、26.66 ずっと続いていく、こうやってね。だからこれ計算して、この時すぐ。これだったらすぐ出る。これ、普通通りやってみ、こうやって。こんなやったら10分かかっちゃうから。だから、こうやってやった方が間違わずに済む。で、あと小数点何位まで求めてくれって与えられたら、だからそこで求めるよな。だからもう小数点が切り捨てていいよってことあれば、これも全部切り捨てるし。切り上げてくださいで27秒になったら、試験問題によって答えが変わってくるね。だから26のままでいいのか、27にするのか、ということは、問題、試験問題に応じて、これを決めてで、こうやってブー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 と続いているやつは、計算ある程度までやっておいて、試験問題見て、何桁まで出してくださいっていう答えに合わせて、出せるしなくちゃいけない。ね、こういうことになってくる。ここがね、一番新しいやつで変わったとこ、ここ。これがもう、まず出るというわけ。毎年のように出てくる。ね、この考え方が、極めて重要になってくる。だから、サインとコサインの考え方ね、これは非常に重要な考え方、ここが一番大事な、新しく変わったところでは今後こういう形のものが出てくるので、この考え方はしっかりしておかなくちゃ。でそれどういうのかというと、サインとコサインってもちろん皆さんも学習した人もあるかもしれないけど、それは数学のサインコサインをやったんだけど、実は考え方がちょっと違うんだよ、数学と。ここがポイントなのね。で、測量の場合はね、縦軸をね、X 軸って言うんだよ。おかしいな、普通縦軸っておい Y だよって言うね、 Y だよ言わない。測量では縦軸を X 軸とする。で、これは北の方に向いてるので、これはまあ北の方向の軸ということで X 軸と書きます。で、逆に東西に行く方、これを Y 軸としてる。だからもう試験問題ね、XY と座標は一緒なんだ、 XY とだけど、これは縦方向を意味し、これは横方向を意味してるということをまず理解しないといけない。これが基本的な考え方。だからベクトル計算とか計算するときに、数学ではこっち側が Y 軸でこっち側が X 軸だけど、違うんだな。じゃあ角度を測るとき、これもちょっと違う。普通は角度は0から測っていくわけね、普通の数学の時は。だからこういうふうな、数学の時はこんなふうな角度の測り方するね。ここ60度とかじゃ、こうやってやる、こっから測るね。だから測量は違う。測量は基準が四五線といって、 X 軸方向を基準にものを考えるわけ。だからこっから測る、この軸から多い何度だよといって、こういう測り方をする。こっちから来るんじゃなくて、こっから来る。これが測量と普通の数学のややこしいとか違うとかね。こっから測ったら理論は一緒よ。サインコサインの意味は一緒ね。サインコサインの意味は一緒だよ。だけど測る時の角度が間違ったらだと答え違っちゃうじゃない。だから測量と、測量は普通の数学と違うとこ覚えておかないと。こっち側は X 軸と書いてあるし、こっち側は Y 軸と書いてある。これが測量の数学ね。角度といったら必ず X 軸から測ったという、これが測量の違うとこ。 X 軸から測った、この軸から測った角は書いてあるわけ。 X 軸からも角度は基本的に書いてあるね。計算するとき、ベクトル計算するときなんかはこう X ということで、こっからの角度だぞということを理解しておかなきゃいけないよってな。それではですね、ちょっとですね、この問題見てみると、図において線分 OA っていうのはこれ、こうな、 OA、 こういう OA だ。で、これが10メートルだったと。で、角度は30度だ。本当に角度って言うと、ここは30度だよ、こっちからじゃないぞ。この角度って言った時もすでに X 軸からって言葉が入ってないけど、 X 軸からの角度と読み取るんだ。これは普通の数学と違うところだ。角って書いたら X 軸からのというふうに読み替えなきゃいけない。 X 軸からの角が30度の時ね、 A 点の座標の X0、Y0 を求める。で、この時 X0 といった時も、これ X0 ってここな、この長さ、 X の0ってここです、こっちの長さのこと。 Y0 といったらこの長さのこと、 Y0 ここということで、ちょっとここでややこしいんで、ね、大きい図面をちょっとここで示そう。こっちがほら X なんだ。で、これは座標の北という、ね、意味、これは四五線のことです。で、これは赤道の方ですね。これは Y 軸、 Y 軸ね。
で測る角度はこれ、ここ、こっからが角っていうとこっちのこの角、x 軸からの角度のこと。これが30度。こうしよう。でこれが10メートル。これは変わんない。斜辺が10メートルって言ってるんだ。これは変わんない。そうしたらこの三角形はちょうど三角形になってて、この角度のあるところから見えるよ。これこっち y だから、これここは y だな。だからこれがこっち横行ってんのが y だ。ちょっと感覚おかしいかもしれないけど、こっちが y、こっちが x0、これは x0 とこういうふうなね。でこの三角形においてこの角度のから望むってんだよ。角度を望むのをサインです。こうなるね。角度のくっついてるのはこれコサインって、こっちがコサインって。だから角度に望むところをまず π として、これはサインということになってくるね。これは普通の数学と一緒です。ここの角度ね。だからここの角度こうやって書いてあったら、よく皆さんこうやってやったでしょ。ここはシーターであってね。でこれがサインですよ。高さでサインですよね。でこっち側の方がで、ここ C だとしたら、これ C かけるサインで、こっちが C かけるのコサインで、数学ではだからこのこっから測るから、こうやってこういう三角形、測量はそうならない。こっから測るから、こういう感覚、ここ C だ、でここは Y0 になって、こっちは X0 になって、こっち側今はだから数学だとここ Y になって、こっちが X になって、違うでしょ。だからこれ軸考えなきゃいけない。だからこういう三角形なで、これ普通はだからちょっとこれだったらすぐ分かる。これも同じだな。望む角角は多分 Y だ。こっち側だから、こっち側望む角のところがだから Y になってきてね。まあこういうになってる。ちょっと角度の倒れ方が違うんで気をつけないと。これ練習するしかないからね、ということでここの角度はこっちから取るやつ。そしたらこっち側のやつをサインっていうから、そしたらここの計算いくら、これ10メートルのサイン30度と、ここサイン30度。こっち側どうなるかというと、10メートルのくっついてる方な、角度のくっついてる方はコサインだ。くっついてる方はコサイン。10メートルのコサイン30度。でコサイン30度とかサイン30度というのは、これはさっき言った表が、この表を引かないと頭なんか覚えてられないから、必ずだから試験の時には30度とか、なんとかという時はこの表を使ってくださいね。だから必ずこう表が出てきて、例えば30度だったらここだ。30度だったらこれだ。この表を引いて、計算する。ということで、ここに入れて、こういう計算をして、10かけるサイン。これ 0.5 だったから、だから5メートル。で、こっち側は、10メートルの 0.86。これ今の場合、小数点1桁まで求めて書いてあるから、試験問題な、練習問題。だからこれは、ここ四捨五入して、8.7 メートルというふうに、計算する。で、ここの座標は、というと、これはこっち側があれかな、書きよく書き違えないと、こっち側が最初に書くから 8.7 と、これは5メートル。これ書くのは XY の順番に書くからね、XL と Y で書くから、こっち側が 8.5。 これがね、数学よくできる人逆になっちゃった。だから答えがちょうど逆になっちゃう。だからこれは X 軸と Y 軸は測量は違うぞということを理解しておかない、測る角度が違うぞというんで、これ具体的にこういう練習をしてる。で逆に今度ここはどうなるかと、ここはどうなりますかっていうと、これは同じだ。でここはね、どうなるかというと、角度を与えられるの、これを与えられるんだよ。だからどこを与えられるか、必ずここを起点に与えられるから、試験ではビューンと回ってここまで与えられちゃう。こういう角度を与えられる。180度を超えたら原点この分だけ考えるわけだな。だからじゃあここの218度って与えられても、218度のところにありますと、こう B 点が言われたら、これを218ね、180引けばいいんだって、ここからの角度が出る。そしたら38度だね。ということで、この38度のサイン38度とサイン、こっちだな、サイン38度、こう望む角、サイン38度とくっついてる、ここだな、コサインの38度を差し引いて計算。だからそうすると、これは 6.2 メートル10倍してな、こう四捨五入するから 6.2。こっち側は10かけのコサイン30、0.778 だから四捨五入して7.9メートルというふうに。でここの座標だからな、こ座標は当然こっち行ったらプラスで、マイナスを見たらこっちはマイナス、これ座標一緒だよ。でこっち側はプラスで、上行くやつで下行くのマイナスだ。そしたらこれはいくらかって、これマイナス方来てるから、これマイナスの7点、こっち側もマイナスの6点。だからここの座標はいくらかというとね、 XY だからマイナス 7.9 の、こう書かなきゃな、 7.9 とマイナスの 6.2 と、こうなる。これが X で Y だな、 X はマイナスの、 Y がここだ、こうなるね、という計算だ。
この計算がますます重要なんだよ。だから結局これから測量のですね GPS だとか GNSS とグロナスとか日本の天体で観測すると結局はこれになってくる、ね、結局は2点間の距離を求めてその時に実際に水平とこっち側ね軸に対する距離これを計算させるという問題になってくる、まあ、これベクトル計算だけどこれが非常に主体測量の主体になってくるこの考え方だからどうしたってこれはサインとコサインの考え方この X 軸と Y 軸が変わってる考え方角度の測り方これが分かんないといくら勉強しても取んないだからこれが非常に要になってくるねということはここしっかり何回も見てください分からなかったらねこう繰り返し見て確認してくださいという、サインを使った法則、制限ってこれサインのことね。サイン、シータのことを制限。で、予言っていうのはコサインのこと、コサインのことね。で、もう一個ね、タンゼントだよ。コサイン、あのサインは、コサイン分のサインで割ったやつなんだな。C 分の S っていうね、これタンゼントっていうんだよ。ね、これは正説っていう、正説って、こっち、タンゼントのことを言葉で言えばね。予言とか、こう予言はコサインね、制限はサイン、それから正説はタンデントというわけだな、まあ、言葉のだから意味だ、まあ、そういうものが変わる。制限定理っていうのはサインを使った公式という制限定理ね。どんな公式かというとね、こういうことは三角形、みんな三角形考えるんだよ。四角形は、ね、考えても結局動き回るから、三角形は動かないでしょ、点が。だから測量だけじゃなくて、他のあらゆる科学のものも全部三角を考える。四角を考えると点がね移動するの。三角だともう一個しか決まってカチッと三角を組んだらもう動かないんですよ。だから三角を基本に考える。だから測量なんかはだから三角を考えれば昔なんか三角測量って言ったんですね。そうやって測ってたわけ。それはなぜかというと三角の点を取ればもう絶対お互いに動かないから。四角形だったら取ったって時間だったら移動しちゃうね。三角形は動かない。だから必ずこれ基本にとってね。でその時に制限定理って何かと簡単なことなんです。 A に対する角度をこれをスモール a とこうしよう。で B に対する角度な B に対する角度をスモール b としよう。で C という角度があったらこれに対する角度をスモール c としようと。そうしたらこの間にどういう関係があるかというと制限定理というのはサイン a でこの a を割ったものはサイン B でこの B を割ったものとサイン C をこの C で割ったものが等しいよ。こういう関係だな。こういう関係があるぞという A by サイン A、B by サイン A、C by サイン C と、まあ、こういう、まあ、縦に書いてある、まあ、これで覚えた方がいいかもしれない、まあ、この形は一緒だ。こういうふうにこんな。この関係を使えば距離が求まるよと。今 A がさここの三角形だよこれ。あたら A が20センチ、C がこれを求めたいと。これ知らない、わかんない、わかんない。これを求めたい。そうしたら B が今これも20だったでしょ。今も20だった。まあ、これは別に今使う必要ない。そうするとサイン C 分の C イコールサイン A 分の A が分かればいいわけだ。この計算だ。だからここの関係式だよ。この関係式ここだけで解けるわけです。で A に20を入れる。でここ30度だからサイン A にサイン30度入れる。で C は未知数だから C だ。でここ120度だからサイン120度を入れると。でこの計算をこうやるとさサイン30度っていうと 0.5 だからここな。サイン120度は180度か120引いて60度でこうなるね。だからサイン30度はこういう計算で。だから120度だったら180度、基準が180度だから180度を超えたら180引けばいいよ。だから90度を超えて180度未満に120度見たらこれ180から120引けば X 軸からの距離出てくるからね。だからこれ100引いて60だと。で60だったらこの通りになる。こういうな。だから、こういう計算することによってここの数値が 0.5で、A はもともと20だったと。C は未知数ですよと。これを求めるよと。はてなだよ。で、この下のところは、サイン120度。これは 0.866 だよ。ということで、これ分かる。
これだけ、そしたらこれ計算すればさ、こっち 0.5 分のこれかけたらいいから 20×0.5 で計で 34.64 とこういうふうに計算が求まる。これだからこの公式関係を使えばこの関係だから、どっか2つの関係使って一辺を求める、こういう計算だな。そのために残りの3個は分かってないんだ、角度とその2つの距離を求めるの、2つの角度と一辺が分かってないと求まらない、こういう関係使う、これ制限定理というサインを使ったあの定理になってくる。これだってあれだ、例題な、もう一個やってみようと A と C と同じで、こっち側が、例えば70度だったらこうやな、こっち30度でこっち70度だった、ね、でその場合で A が 100m だった、じゃここはいくらっていう、ね、同じにやってさ 0.3 サイン、サインは30度でサイン70度は 0.9379 でこれ C とでこっち100と A が100と上で計算したら187.94m と簡単に打てる。だこういう使い方をすればいい。だからこの公式さえしっかり覚えておけばすぐ、距離が出る。だって測量というのは距離を出す計算式だ、距離が出てる。だからこの回使って、使えますよというわけ。予言定理というのはね、こういうややこしい形してる。でこれはね、ピタゴラスの定理だと斜辺の事情は底辺の事情足す高さの事情だね、こうなってる。それは直角三角形の場合ですよな。直角三角形の場合は斜辺の事情は底辺の事情と高さの事情を足したものですよつったって。だからそれは直角三角形だったらこういう関係になるということをピタゴラスが見つけたんだな。で一般の角度だとそうはならないよと、一般の角度の場合はならないよというわけで、それはその時はどうするのかというと、これは A の事情は、B と C をかけて2倍して B としてそれをコサインシータかけたらちょうど等しくなるよと、まあ、このどうやってなるかは計算は数学の問題だからね、それはそっち側でやっていただくというね、ということで、ここではこういう関係式があってこれを予言定理といってできますよということだから、問題は ABC において B の長さは12m から C の長さ10m、 そしてこの角度が分かんないね。だからここで A を知りたかったらこれがハテナだな、これがハテナだな、これを求めるためにはこの角とこの間の二辺強角、ここが30度でこれが 10m でここは 12m、 こういうことが分かっていればこれが出ると、ね、で公式はだからこれだから、これほら A の事情は12の事情と10の事情を足して引く2倍のね、 B だから 12×10 のコサインの30とやる。でこの計算してずっと計算すると A の事情はこれ表を使えば、大体6と出てくるね。計算を使って A の事情を求めるとき平方根しなきゃいけないかな、 A は平方根だからこうなるから、これは表を使ってこう求める。たまに角のを求める場合がある、角度コサイン A を求める場合がある。コサイン A とこれ式変形するんだよ。コサイン A 変形したらこれはこの引き算、これとこれからこう A を引いてこうな、これでこれで割ってあげればいいな。そしたらコス A が出てくる。これでやってあげたらコス A。コス A にこうさっき言ったようにこの公式入れて B と C の、計算入れてやれば 0.6 というふうに計算できる。ということで、角度は 0.6 で、角度が出た値は角度出たとこの計算表によって何度であるかということを確かめなきゃいけないね。コス A が 0.6 という時は最も近いのは53の表から、コス A が 0.6 になるところを引いて、そしてその53度というふうに答えを求めることができる。だから計算表はだから常に出てくると、ね、頭の中に使い方を理解しておかなければいけないということで、これも計算表、サインこういうサインコサイン出てきた時はルートが出てきた時は計算表を使うぞという意識を置いておく。これは電卓持ち込めないので、ね、ということで、ラジアンっていうね、角度はね、2つあるんだよね。角度は普通の要するにドフン秒の計算とラジアン計算という 2π というやつでしょ。360度は 2π だよな、あの 2π という計算だから360度と一周だな。これが要するにこの角度をこっから始まってこっから始まるかな、こうぐりっと回ってきたところ、これを360度で、それを
ラジアンで表すと 2π という。で、π というのは 3.14 と。こういうな。そういう数値で表すこと。角度を数値で表現することができると。角度をふうに数値として扱える。普通の数字の掛け算足し算ができるようなのに表すことはできる。それをラジアン単位という。で、それ1ラジアンって何かというとね、1ラジアンというのは直径が、今半径があるだったでしょ。な、ラジアンでは半径ある。でこの半径に等しいこの円弧をこうグリッと取るわけ、長さ。だからこれとこ等しい。だから半径とこの円弧が等しい。でちょうど等しくなった時のこの間の角度、これを1ラジアンとやってるわけ。じゃあ円周はどうなるかと、グリッと回ってくると、これは 2π という 2π ラジアンというような、だから 2×3.14 だな、その計算だけこう出てくると、こういう計算になってくるね。これは 2π。まあ、これはあの考え方であって、実際に計算するときは何使うのというと、こういうことなんで、測量の角度の2つあって、まあ、度分秒とラジアンと2つこうあるわけね。でその時にラジアンから普通の角度へ変換すると、こういうこと。で変換するときにどういう変換をするのかというと、これはさっき言ったラジアンっていうのは、ちょうど1ラジアンっていうのは50、ここ測ってみるとね、ちょうど 57.3 度あるわけ。ここの角度。それが1ラジアン。これ。この、要するに、ここの半径に等しい円周を取ると、その時の角度が1ラジアンで、ちょうどそれを測ってみると 57.3 度になっている。で、これを秒で表したら、2×10^5秒。20万秒。これが1ラジアン。1ラジアン。だから、もしも 0.0014 ラジアンだって角度に変えるのどうするって、これかければいいんだから。だから、この20万秒かけたらいいわけだ。ラジアンかけるその20万秒が、これは実際の同分秒に置き換わるな。秒に置き換わる。で、今度ね、角度が与えられてて、これをラジアンに変えたいなという時は、これはあの20万秒で割ればいいわけだ。ね、だから与えられた角を20万で割ればラジアンが求まる。まあ、そういうあの形の変換式っていうのがあって、そういう形にこうなってくるね、ということ。だから角度を変えるのは、だからそういうふうな計算の仕方をする。だからキーワードはだから、これがキーワードになって、ラジアンと変わるときは20万をかければラジアンを角度に変わる。この20万で割れば角度がラジアンに変わる。こういうあの、これはキーワードだ。だからこれは必ず試験問題に書いてありますから。これを使って計算します。だからそれをかければ、ね、これラジアンにこれをかければ、度分秒が表せると。ね、度分秒があってラジアンに変えたい場合は、これは20万で割れば、ラジアンが求まる。こういう計算、総合計算があるよ、ということだな。例えばこの一番のところな。0.00014 ラジアンは何秒ですかっていうと、これほら20万をかけたら28秒ですよ。逆に28秒は何ラジアンですかって言ったら、28割るこれ20万で割ればこれ出てくるね。ラジアンとこう相互に、これがキーワードになってるということだな。これは1ラジアンが20万秒になってると、10^5になってるということがポイントだ。これを覚えておく。覚えなくても試験上で大体書いてありますね、そういうこの使い方を理解しておく。だからラジアンと相互変換するためにこれで使うときにこれ、書いてあるわけね、ということで、だからラジアンで計算したい人はだから、これを使って、ラジアンに変えたい場合は、度分秒ラジアンに変えたい場合はこれで割ればいいしな、という計算を仕方をしっかりと整理しておこうということで、それからですね、もう一つ、あの円弧を計算して半径の角度を求めていこうと、こういう考え方が一個あるんですね。ラジアンの使い方、実際上の使い方をちょっと説明します。ここにね、例えば1メートルあったでしょ。1メートル。ここ1メートル。で、これは1000メートルだった。これ三角形だよ。ね、例えば具体的に。本当は円弧なんだ。まあ、非常に、角度は小さいから、三角形と考える。そうするとこういう三角形、まあ実際は円弧だけど、まあここ1で線となる。三角形と考えるだから、ね、三角形と考える円弧なんだけど、三角形と考える。ここの円周ね、ここの円周1、これは線かけるラジアン、これかける。
ここ年収は1000かけるらしい。こうなる。例えばラジアンがここの角度が 0.001 だとすると、これはドフン秒に変えたらこれは200秒だ。だってこの 0.001 かける200ね。200距離を求める、この斜辺のこの距離を求めるときはどうするかというと、ここへの変身って言うんだけど、変身距離って変身距離が与えられていて、この角度が与えられる。測量で求まるのはこれと変身距離とここの変身角が与えられる。でこれでこの時の実際の長さを求めると。どうしたらいいかっていうと、これは角度が求まってる、これラジアンに変えるの。そしたらラジアンに変えるから、この20秒をラジアンに変えるためには20万で割ればいいな。そしたら 0.0001 ってこうラジアンが出てくる。ラジアンが出てくると、これはこれにラジアンをかけたらこれに等しいわけだ。3はこれとかけ、ラジアンとこれかけたものだから、 S とラジアン、 S とラジアンをかけたものは3メートルになる。これは考え方だ。だから一番ポイントは、だからこうなってて、こうなってて、ね、ここが測量で20秒測れたと、20秒だと測れたと。で、自分とこの変身距離が3メーターと、これ測れるわな、自分で測れるわけで、メジャーで測れるわけ。さあ、ここの点はどれぐらい離れてんだ、これを計算するのは測量の計算。だっていけないんだよ、遠いから。旗は立ったかもしれないけど、2年実際って測れないのよ、メジャーでこう。だって何キロか測る。その時にはだから本当はここを測りたいんだけど、例えばここを測るなんて時にこの距離が出るわけね。これを求める。この角度を測る。その時の長さをどうやって求めるか。そしたらこの時の S というのはどうやって求めるかというと、まずここをラジアンに変えてあげる。ラジアンに変えて、あげると、シータにしてあげると、ラジアンに変えてあげたら、ラジアンだよ。そしたらこれは20割ることの1,2,3,4,5 とこうなるな。そしたらこれ 0. の1,2,3 にしてこうなる。これラジアンになる。これラジアンになる。そしたらこれとこれかけたらこれに等しい。三角形だとラジアンだからな。これとこれかけたら、ラジアンとこの斜辺かけたらこれになる。そしたらこれを計算すれば、3=S×0.0001 とこうなる。で、これ割り算したら、これちょうど角度から S=3万メートル、こういう計算ができるわけね。ということで、この S、ここのこれを求めるために、これとこれを大体測量するわけ。その時にこの斜辺をどうやって求めるかっていうのは、この時にラジアンを使う。で、この時秒が測れるから、ラジアンに変えないと求まらないわけだ。だからこの時に20秒って測る、セオドライダーで測れるからね、セオドライダーとか TS とかで測れるから、測れたこれをラジアンに変えてあげる。で、変えるときに割ればいいだけだ、これ10の5乗で。割ってあげた値でラジアンで。ラジアンになったら、これはこれとこれかけたんだ。S かけるラジアンがここの角度になる。この計算だ。ここが求められる。これ試験はだから、これでここはできる。これだけポイントかな。ということは、ラジアンの使うときはもう、まずここ1点。こんだけだけ。こういう計算ができればいい。比例計算、これはね、一番出題頻度は最も高いです。これは、で、これはカメラで撮るから、これ焦点距離だな、これ F で、実際の高度、撮影高度 H 点で、この比率がこうある。そしたら写真上に写ってる比率とさ、地上にある比率を比例するんだよ。だからこれとこれはさ、ラージ H とこれとは関係ない。ここの焦点距離とここのほら画像に写ってる寸法とはさ、これ対応するわけだ。比例関係だ。だからこういうことだ。この式だけしかない。H の F はね、下に写ってるの分の上に写っている、こういうことだ。こういう計算式、これを使うだけです。例えば H が 2000m だったら、これ2000入れればいいな。これ2000入れてあげる。そして、F が 15cm だった、ここ 15cm 入れてあげる。そして 2mm 写ってた、ここ 2mm 写ってました。そしたらここの長さは何ミリですかと、メーターに換算して、だから計算するわけね。メーターで求めてくれて言ってるから、これも距離計算な。だから H を2000に入れて、 F に15センチ入れて、そして L に2ミリを入れて、で、これを求めると、これだけだ。この計算すぐ出る、比例計算やるということで、これは割合簡単に出ますよというわけね。
まあ、そういう計算をする。でもう一個ね、最近ではですね、デジカメなんで画素っていう言葉が出てるな。画素で、これは画素はね、大体測量の場合は10マイクロメーター、ね、こいつが出るんで、計算式ですると 12×10 のマイナス、これが一つの表現になってる。それがだから一辺に相当して表してくるので、これは画素数で今度計算してる。これだから、ここのデルタ L のところにこいつ入れる。もうこいつだったら決まってるわけだな。だからこれはだから、まあ、場合によってはカメラによってはフィルムによっては9マイクロメーターっていうのもあるけどね。だからこれはまあ試験によって与えられてる。これがだからデルタ L、 これ L に相当してるわけですね。これはここに相当してる。で F では一緒だ。だからこれがこうやって、こういったような画素で与えられるか、実際の写真上で測った2ミリで与えるか、どの違いだけだか、L の違いね。ということで、ここで指数が出てくるから気をつけるな。指数の計算は必要だけども、あとそれが一緒ね。この要するにここの測量はだからもうこの式しかないので、これを使って計算を進めると。いいよ。最後でこれは分かるじゃん、一番得意だよな。例えばここは12メートルな、ここは5メートル、こうするな、こうする。そしたらここの斜辺はいくらですか、ピタゴラスの定理からさ、ね、これは12の次乗と5の次乗を平方根したらいい、ね。まあ、こういう計算をすれば、まあ、そうで計算をして、いくらかなということで表を引いて、最終的にほらルートいくらってなるからさ、ここ出てきたら計算表を引いて何点いくつまでやけるでしょ。これルートのまま出しちゃったらダメだよ。必ずだから何点何メートルということを表を引いて求める。でこれは平面だな。で立体だって一緒だ、これはこっち側が高さが4メートル、こっち側が、3メートル、で奥行きが5メートル、こうなった、まあ、こういうその立体があったな。でこの時のここの斜辺はいくらですか。そしたらこれは3の次乗と4の次乗と5の次乗を足してルート50となるね。でそれを表を引いたら7メートル、表からルート50表を引いて7メートル。まあこんなような計算の仕方をね、非常に長かったけどもね、ここは一応理解をして進めていくと計算が早い。でまあね、どんどんやっていって分かんなかったらまた書いてくればいいわけだから、ここを理解しなきゃ次進まないぞとじゃなくて、これはまあ一応見て参考にしながら進めていって、分かんないところに来たらまたこっち書いてみてください。ね、頑張ってください。ということで説明があることにいたしましょう。